北陸鉄道610系電車。北陸鉄道610系電車。北陸鉄道610系電車は、かつて、北陸鉄道、北鉄に在籍していた電車。か南線向けに導入されたアルミ合金製、車両であり、そのアルミ車体の色と、か南線終点に所在する、山中温泉は、鎌倉武士がよくする白鷺を見て発見されたという。 伝説から、白鷺の愛称を与えられた。本系列は、後年大井川鉄道へ譲渡され、同社610系として2001年、平成13年まで使用された。当時乗客数が増加傾向を示しつつあったか南線において、山中温泉への降落客を対象とする同線、唯一のクロスシート車であった、モハ5000系の後継を目的として、 1962年、昭和37年に、同線へ導入された6000系、雲波6001区波6051、区谷の造備車として計画され、翌1963年、昭和38年に雲波6000系、雲波6011区波6050系区波6061の21編成が、名古屋の日本車両製造本店で製造された。 扉間に転換クロスシートを並べた18メートル級に扉セミクロスシート車という車体の基本レイアウトは6000系に準ずる。ただし、北陸鉄道発のカルダン駆動車となった同系と異なり、予算節減を目的に既存の15メートル級車から台車、電装品及び空性機器等を流用しており、それらの流用機器の使用から6000系と、 同使用構成車体では重量課題とされたため、収容力と走行性能を両立すべく新開発の日本の高速電車では2番目となるアルミ合金製軽量車体が採用された。またデザイン面では、6000系においては全面両脇の小窓として、高代角のついた平面ガラスが外板より一段奥へ引き込んで取り付けてあったのに対し、 全面ガラスに合わせて緩く交代角のついた曲ガラスに変更されるなど、全面の構造、形状が微妙に異なっており、どちらかといえば正観な印象であった、く谷とは、対照的に、白鷺の相性にふさわしい優美な印象を与える、造形とった。また、窓ありも客用扉幅の拡大やその、吹き寄せ部寸法の変更などにより連結面の窓1枚が、 ヘッテ、d 十一 d 二百2 2 2 2 d 百十二 d 乗務員扉、D 客用扉から、d 二十一 d 二百2 2 2 2 d 十二に変更され、連結面より客用扉の位置が若干、連結面よりに移動しており、こちらも六線0系とは微妙に異なったレイアウトとなっている。本系列の計画段階では、日本では、鉄道車両向け警合金製車体の研究は、 黎明期にあり、本格的な高速電気鉄道用旅客車としては、ようやく1962年、昭和37年に、西ドイツの WMD 社と提携した、川崎車、当時が、そのライセンスの下で製作する前、アルミ合金製車両の初号車として、山陽電鉄向けに、車体構造材として5000番台、6000番台のアルミ合金材を混用し、溶接と、 リベット組み立てを併用する2 0 0 0系2 0 1 2 2 5 0 5 2 0 1 3の3両1編成を納入したばかりであった。このような状況下で本系列の製造を担当した日本車両製造本店は独自の道を模索し、車体は A6063 アルミニウム合金の押し出し型材を大枠、柱、長桁などに使用し、これらを溶接して組み上げた骨格に表面を アルマイト処理した短冊状の波形押し出し型材を外反として使用するという独特の工法を開発しており、本系列はその初の実用化例となった。この工法は製造に非常に手間がかかるためか後続が現れず、本系列限りとなったが、軽合金を構造材として使用したことによる軽量化の恩恵は絶大であり、ここで得られた貴重な知見と実績は、 その後日本車両製造が国鉄301系電車の担当メーカーとして川崎車両と共に指名されるきっかけともなった。事実、機器による重量差の出にくい区波は本系列の区波6061の方が6000、系の区波6051よりも自長が2トン、軽量化されていた。これは、 装着する台車が、プレス材溶接組み立てによる、軽量構造の日本車製造、ND-109A であった、区波6051に対し、区波6061が工述するように思い、蛍光組み立て式釣り合い両台車である、日本車両製造製 D-16 を装着していたことを考慮すると、車体重量については、差が、さらに拡大する。 クハ六6061の装着台車である DE-16 自体は心ざらか重上限16、トン級で他社では普通構成の18メートル車に装着されていた機種であるが、こうした車体の軽量化により1ランク下の15メートル級車から流用した旧型台車や低出力な手電動機を使用しつつ、脆弱な軌道条件の先区で使用可能な18メートル級車を実現する。 という当初の設計目標は見事に果たされていたことになる。上実の通り、本系列は製造費設限のため、製造当時北陸鉄道に在籍した旧型車の機器が流用された。それゆえ、搭載機器はいずれも車体に似合わぬ旧式機器ばかりである。主電動機は吊り掛け式の芝浦製作所 SE-100 に、波数比は3.42で、 これをクモハが装着するイコライザー式台車の住友金属工業製 KS-30L SH-11 に掃除した。これらは国鉄による買収後、北陸鉄道へ払い下げられた旧稲電気鉄道車からの流用品であった。これに対し、クハは日本車両製造製 D-16 を装着しており、2両で台車形状が異なっていた。 いずれの台車も平らじ空気のままであり、近代的な車体とは非常にアンバランスであった。空性系は、鋭動差弁を用いた、AMA 自動空気ブレーキ方式を採用しており、従来通り車体走加式のブレーキシリンダより、ブレーキロッドを介して、台車の両、打機式ブレーキを駆動した。なお、主制御装置のみは、申請され、 日本車両製造製 NCA-754LPCW 電動カム軸式制御機を搭載した。本系列は、上南線への申請配置後、姉妹形式である6000系と共に、上南線の代表形式として、公表裏に運行が続けられた。しかし、モータリゼーションの急速な進行に加え、国鉄の特急停車駅から大正寺が外されたことで、 同駅を起点としていた山中線は大きな打撃を受けたため、1971年、昭和46年7月10日限りで、山中線を含むか南線は全線廃止となった。これに伴い余剰となった本系列は、車両限界の制約などから石川総線や浅野川線といった車内の存続する他線への転用が困難であったため、廃線に先立って、 北陸鉄道と同じ名鉄の資本系列下にある、伊川鉄道、現、大井川鉄道へ譲渡された6000系の跡を追う、形で、同社へ、同年10月に譲渡された。大井川鉄道では1971年、昭和46年11月13日付で、竣行し、形式は、雲もハがモハに変更されたが番号は変わらず、愛称、塗色もそのままで、 大井川本線で運行された。もっとも、北陸鉄道か南線は直流 600V、大井川鉄道は直流線5 0 0 v と、河川電圧が異なっていたため、同様の問題からトレーラー化された6000系と、同じく、本系列も入線当初は非電装のトレーラーとして使用され、本系列はモハ308に牽引されて使用された。その後1972年、 昭和47年3月に、主電動機の紹介像や、主制御機の乾燥が施行されて、単独走行可能となった。この結果、車体がアルミ製ゆえに、塗装いらずでしかも機器が単純な本系列は、保守が容易なことと、最小運行単位が2両編成であることから、重宝された。1984年、昭和59年12月より、大井川鉄道は、 ワンマン運転となり、整理券発行機、料金表、運賃箱等が設置された。また区派の連結面側に、飲料水の自動販売機が設置された。設置時期不明。姉妹車である6000系がベッド券引用電動車を、並結する必要があったことなどから敬遠され、1996年、平成8年に、一足先に廃車となった後も、1990年代末に、 なって、南海、近鉄、京阪の関西私鉄三社ら車両を譲り受けするまで、実に20年近くにわたって、大井川の主力車両として運用された。その間、主要機器を名鉄 AL 社から譲り受けした同社の廃車発生品に換装し、また、全消灯が従前の白熱灯1灯のみでは、消度不足であったため、1990年代、中頃に、 本来の全消灯を挟んで、シールドビームを左右に、各糸をずつ、追加装備する工事を実施している。もっとも、その最末期は、主要機器の急激な老朽化と保守部品の入手難が、重なってほとんど稼働しておらず、一度は、幸いした、旧型車の機器流用車であることが、最終的に、本系列の寿命を決定する結果となった。そして2001年、 平成13年に除籍され、その後は仙洞駅構内に留置されていた。処分保留のまま長らく仙洞駅構内に留置されていた本系列であったが、2005年、平成17年に本系列ゆかりの地である石川県江沼郡山中町、現、加賀市での保存が決定した。これは、同年に市町村合併に伴い消滅することが決定した山中町より、 地元の記念品として町内に展示保存したいとの申し入れがあり、それを開拓した大井川鉄道が本系列を道庁へ無償状としたのであった。同年8月に国道364号線沿いの道の駅山中温泉湯煙健康村へ搬入され、道所で生態保存されている。搬入後順次、北鉄在籍当時の姿への復元が行われ、 保存開始当初はそのままとされていた大井川時代に追加されたサボウケや増設された全小灯等が撤去された。現在では側面層下の北鉄の車掌も復元されており、よりオリジナルに近い外観となっているが、内外装の一部に大井川時代の装備を残している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。